三条市ふるさと PR 大使見習いということで、私関田マスと申します。全然わからない。実態募集中ということで、はい、サンドイッチ 2K ニュースです。新潟県三条市は2日、同市出身でお笑い芸人の関田正人さんをふるさと PR 大使見習いに任命しました。任期は一期2年間で、市の魅力発信のほか、同日からリニューアルした市公式 LINE アカウントの登録者増を目指した PR 活動を行います。ありがとうございます。この度、三条市ふるさと PR 大使見習いを任命させていただくことになりました。関田正人と申します。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。関田さんは三条市下田地域出身の37歳で、現在吉本新潟県住みます芸人として県内を中心にテレビレポーターやラジオパーソナリティとして活躍しています。県内での知名度や多くのメディアへ出演している発信力を武器に、三条市の PR 大使としても力を発揮していくことが期待されます。せっかく今日移植したのに人頼みするんですか？いやもうそれはそれしかないよ。こんな状況、これだけのことやるんだから。はい、会場使用料とチケット販売をしていただければいつでも現実的なお貸し出します。三条市がプレゼントしてくれって言ってる、こっちは。現実的なだったらいつでもできるじゃないか。会場使用料とやめてくれよ。また三条市の滝沢亮市長とは小中学校の同級生で、関田くん、亮くんと呼び合う間柄とのこと。2日の移植式でも滝沢市長の小ボケに関田さんが突っ込む仲の良さを発揮し、漫才のような空気で式は行われました。関田さんへ PR 大使見習いのたすきを送りながら、滝沢市長は、先日関田くんを含め中学校時代の友人たちと新潟市内の飲食店に行ったが、その際店舗の従業員に関田さんですよねと声をかけられたのを見て、いろいろな活動が県内の人に本当に伝わっているんだなと実感した。活躍してもらいたいと友人ならではのエピソードを交えて期待を寄せました。一方で今回の役職には見習いとあり、関田さんはこの見習いの文字を最初に見た時には困惑もあったものの、ありがたいと思っている。18歳で下田を出て東京へ行き、今新潟市に住んでいる。正直三条市が今どんな状況で、どんな素晴らしいものや美味しいもの、素敵な景色があるか、三条市民より詳しくなく学んでいく立場にある。ぜひ皆さんから素晴らしいものを教えていただきたい、そしてそれを発信していきたいと語りました。魅力発信と同時に三条市公式 LINE の周知にも貢献していきます。2日からリニューアル版が利用可能となった市公式 LINE では、避難情報、地震、気象情報などの緊急情報を発信するほか、地区のゴミ収集日のお知らせ、子育て情報や防犯情報などを選択して受信できるようになったとのこと。滝沢市長は、三条市の公式 LINE の登録者が現在約4000人、隣の燕市の約1万人と比べて遅れを取っているが、それは市民へ迅速な情報が伝えられていないということだと話しました。そして関田さんの広報活動で周知し、登録者3万人を突破したら役職にある見習いを取り、改めて PR 大使に任命するといいます。 2K ニュースでした。まだまだ僕が変な話 PR を